まぐれ公開ライブ久しぶりですけれども、白昼無双ということで、夢を見たわけじゃないんですが、白昼堂々いろんな無双が広がってしまったので、ちょっと語ってみようかなと思います。気まぐれ公開ライブということですが、まあ収録してアップしようかなと思ってます。七夕祭り編ですね。白昼無双の七夕祭り編ということで、この話は全部作り話で、単なる妄想で、フィクションですので、実在の人物とは一切関係がありません。最初に断っておきます。まあもうすぐ七夕ということで、七夕といえばもう天の川、そして織姫彦星というね、ことで、織姫と彦星が一年に一回会うと。で、これ本当に一年に一回会うかっていうと、雨の時は会えないとかね、いろんな説があるんですけどね。それで、実は織姫と彦星は、選挙で選ばれるんですね。織姫と彦星は、それぞれ選挙で選ばれるんです。天の川を挟んで、彦星を選ぶ。のと、それから織姫を選ぶのと、それぞれこう、少しこう関連もしてるんですけども、ちょっと川を隔てたところでね、物語が起きるんですね。で、実、どっちから行こうかな。織姫から行きましょうかね。織姫。織姫を選ぶのも実は、一つの国とかまとまりの中で、一人の織姫を、選ぶわけじゃなくて、実はいろんなね、宇宙というか空の上にもいろんなことがうごめいてまして、メガポリス帝国っていうのと、それから立憲君主制の国と二つあるんですね、大きく分けてね。で、このメガポリス帝国に女帝が君臨してるんですね。まるで鬼売りのような女帝が君臨してるということで、これがもうすごい方で、もう女帝の名にふさわしいということなんですが、この方8年前からメガポリス帝国のトップになりまして、でトップになった頃8年前ですけど、なんと和服を着て星の裏側に行って、当時の彦星さんを、その星の真ん中を掘って貫いて会いに来させたっていうね、地球の裏側、地球じゃない星の裏側までね、電撃的に星の中心を通って地球の裏側に彦星さんを呼び寄せたっていうね、それぐらいの人なんですが、メガポリス帝国の女帝ですね。で、この方経歴がすごくて、若い頃はその古代王国の伝統ある古代王国に留学した経験を持ってたりとかね。で、そのいわゆるこう織姫に立候補しようっていうか、織姫の道を歩み始めたのは、まあ大体32年ぐらい前になるんですけど、やっぱりね、織姫まで登り詰めるにはこう下積みが必要なんですが、若い頃にそういう道を志して、まあ、32年ぐらい前ですかね。で、当時はまあ若かったこともあるのと、やっぱりいろんな意味でこう、パフォーマンスが上手なんですね。なんとデビュー当時はミニスカを履いていたという。それともう一つが、その都度こう、力のあるところ。まあ、いわゆる権力ですよね。まあ、相手は男性なんですが、ほとんどがね。その権力に近いところに、こう、常にいるという、道を30年以上歩んできたってね、これもまたすごいなと。で、8年前には女帝に上り詰めたということなんですが、16年前には実は、これは、彦星の国ですけどね。彦星の国には実は、ちょっと彦星の国の話もしましょうかね。話のいきさつ上。彦星を選ぶときも、これもなかなか難しいんですけども、
彦星の方にはいわゆる、まあ、幕藩体制ですね。藩閥支配の国があるわけです。藩閥、藩で成り立ってる。まあ、それで将軍は名ばかりの幕藩体制ですね。まあ、末期的な幕府が存在していると。幕藩体制ですね。で、この幕藩体制は藩閥支配で、将軍は名ばかりで、藩の有力者の意向でこう選ばれるっていう、そういう幕藩体制の国が一つ大きくあるわけですね。で、これに対して諸国連合っていう、まあ連合といっても連合に なりきってないという、まあ諸国ですね。それにこう、ちょっと反発する、幕藩体制に反発する諸国がこういろいろあるわけで、いくつかあるわけですね。まあ例えば、まあそもそも幕府の方にいて、まあ、幕藩体制を倒せと言って維新を掲げる人たちとかね。あるいはもともとはそういった人から幕府を守るんだと思ってたわけじゃないんだけども、まあ新選組なんていうのがね、日本ではありましたけども、そもそもはちょっと幕府を守るような、まあ日本ではそうだったんですけどね、そこではむしろ幕藩体制を壊せという新選組がこう出てきたりとかね。で、他にも、ちょっと立憲君主制の国とかね、あるいはちょっと国民主権を掲げているかのような国とかね、あるいは自由のない共和国とかね、なんかこういろんな諸国連合ですね。まあ諸国連合まで言ってないですね。諸国が幕藩体制とこう少し対峙し合ってるみたいな、そんな感じが、これが彦星の、天の川のこっち側ですね、には幕藩体制とそれにちょっと反発するいろんな勢力が、あるいは国がつながったりつながらなかったり、まあここは一つにまとまればね、幕藩体制も倒せるんでしょうが、なかなかこれがうまくまとまらないという話にどうもなってるんですが、で、彦星は選挙で選ばれるんですね、これもね。で、この彦星の選び方はまた後でちょっと戻るとして、ちょっと織姫の話に戻りたいんですが、そんなわけで織姫の国の方っていうか、織姫が住んでいる世界には、メガポリス帝国があるわけね、今ね。今、女帝が君臨してるわけです、オニーリのようなね。で、ここにも実は、そのメガポリス帝国の外に、やっぱりあるわけですね。こう緩やかな連邦を形成しているような、勢力があるわけですね。立憲君主国とかも含めて緩やかな連邦を形成しているような国があって、これは実は彦星の国の、まあいわゆるこう幕藩体制とちょっと対立するような諸国とのつながりもこうそれぞれに持ってたりするっていうね、まあ一種同盟関係までいかないけれども、やっぱりそちら側に近い。で、むしろ幕藩体制の彦星の国にある一番巨大な勢力ですけど、それはむしろ織姫の国のメガポリス帝国と、やっぱりこう、ある程度こう、親しい関係にある。ある程度ね。必ずしも一致しないんですけどね。まあそんな話になってるわけですね。で、ここで、いよいよ織姫はどうやって選ばれるのか、ね、彦星はどうやって選ばれるのか、それぞれ選挙で選ばれるってね、知らなかったでしょ、七夕の。